クレの一クレは、中国の春秋時代に存在した君国の一つ。現在の蘇州周辺を支配した。元の国号は、ク、クレ。こうの表記もなされる。国姓は姫である。中国の周王朝の祖の国王丹父の長子の大伯が、大伯の自定の,の愚中と千与親の人々と共に建てた国である。愚中の子孫である呪望が国名を、ク、クレから、 クレに改めた。紀元前十二世紀から紀元前四百七十三年七代の夫婦まで続き、越王の光線により滅ぼされた。四季五大白聖下による。クレの成立については詳しいことは分かっていないが、柴仙の四季五大白聖下によると以下のような伝説が載っている。周の国王丹父の罰子の奇歴は恵命と評判が高く、この子に後を継がせると、 州は、流星するだろうと予言されていた。長子の大白と次子の愚中は、末帝の喜歴に光景を譲り、呉の地にまで流れていき、現地の有力者の推挙でその主張に衰退されたという。後に喜歴は、兄の大白、愚中らを呼び戻そうとしたが、大白と愚中はそれを拒み全身に入れ墨を施した。当時姿勢は、万族の証であり、それを自ら言ったということは、 文明地帯に戻るつもりがないと示す意味があったという。太白と宇宙は、自らの国を建て、国語を、くくりと称し、その後、太白が亡くなり、子がないために、主張の座は宇宙が後を継いだという。その後、周の武王は、宇宙の彦の修章を改めて暮れに封じ、修章の弟の宇宙を、北方の恐れに封じた。 大白から数えて19代目の女房は国号を遅れと、改め、初めて王を称した。六代王の考慮の時代、呉は強制となり、明神尊部、御師匠養子当時の超大国祖の首都を奪い、滅亡寸前まで追い詰めた。しかし、信仰の越王城常に攻め込まれ、諏訪江から撤退した。これを恨んだ考慮は、上常の子で後を継いだ光線と戦うも考慮は、 重傷を負い、このフサに復讐を誓わせ没する。フサはご師匠の補佐を受け、会計にて高線を滅亡寸前まで追い詰める。高専が謝罪してきたため高線を許したが、高専は、呉に従うふりをして、国力を蓄えていた。フサはそれに気づかず、北へ、勢力圏を広げ、また、古史の策にはまりご師匠を中殺し、中原に諸行を集め解明したが、 その時にすでに、クレの首都は、コシの手に落ちていた。紀元前473年、クレはコシにより滅亡する。この時、フサは光線に対し除名を願った。光線はフサに一度助けられていることを思い出し、願いを受け入れようとしたが、最小の判例に、あの時、天により、クレにコシが授けられたのにフサは受け取らなかった。故に今クレは滅亡しようとしているのです。 今、天により、腰に、語が授けられようとしているのです。何をつまらない情を起こしているのですかと言われ、和議を蹴った。それでも高仙は草を小島に流刑にして、命だけは、助けようとしたが、草はこれを断って自害し、呉は滅びた。草は腰に、高涼を殺された後、焚き木の上に寝て復讐心を忘れなかった。高仙は草に負けた後、丹を舐めて、 復讐の心を呼び起こし、部屋に入るたびに部下に、何時、会計の恥を忘れたかと言わせて、記憶を薄れさせないようにした。この古事から、合心商談の言葉が生まれた。また、五越の激しいライバル争いから、五越同州の言葉が生まれた。中国では和人を、呉の大白の子孫とする説があり、それが日本にも伝えられて、林羅山などの儒学者に支持された。 徳川光国がこれを嘆いて、歴史書編纂を志したのが、大日本史執筆の動機だったという伝説が、人口に解釈したが、これは信憑性が低いとされている。詳細は、本庁津岩による五大白説との関係を参照。大白愚中期間、宿達修正愚麻水化所強し派と恵比寿、余り派しぎわれ、カロアマネクツワ恵比寿れ金書店派だか出身さ。 最後を自暴国名を、くくれからくれに解明。初版余る際、余まい量、効力差。ありがとうございます。